はあ、では、皆さんお待たせ、お待たせいたしました。技術的な問題はいつも送りますよね。まず、自己紹介してからああ進んでいきましょうね。私は、エリース・ヘンドリックであり、あの、修行は翻訳家の傍ら、YouTuber もストリーマーも作家もやっております。あの、 この、うん、このトーク、この講義は、あの、私が発展中のコース、あの、講座につなぐものですから、ご質問はぜひとも聞かせていただきたいと思います。大いに参考になると考えますから。あでは、 あの、その、語彙力のコナミコマンドとは何なのかと、自問している方もいるでしょうね。あの、コナミコードは、あの、80年代にの記憶はない方のためにちょっと説明しますけど、あのこああ、あらゆるコナミのファミコンゲームで使えるインチキコードでした。あの、それを、 その上上下下左右左右 BA スタートを使ってみればあーゲームプレイは楽になるコードでした。あそ,のそれは、うん、うん、そのそれと同じようにこの方法、今から説明する方法を使えばあの 韓国語の語彙力の獲得も楽になると思いますので、いやそう名付けることにいたしました。そのコナミコマンドは大雑把に言えば次のようなものなんです。日韓共通の看護は予想できる発音転換パターンに従い意味も ほぼ一致する場合も少なくないので、日韓漢語発音転換パターンを覚えることは語彙力爆増の元となり得るという考えに基づいています。これから、うん、説明してまいるのは、その転換、その音声転換パターンのいくつかなんです。 それを使って、あの、いちいち暗記しなくてもいいので、あの、直感を発展していくのが一番なんです。あの、そのパターンにを発覚します、うんしうん、を発覚すれば、その言語的直感が必ず発展していくという。 いのは私の考えです。あの、これ、こういうふうに考え始めたきっかけは、あの、韓国語を習い始めた15年前の時に由来しています。つまりですね、あの、その時は、テコンドー用語以外は、 あの韓国語とか朝鮮語の単語はほぼ知りませんでした。そして、あの、半島のテレビを見て、全く見知りもない言葉を聞い,た聞いて、このコマンドというものが発展し始めたんです。その言葉は、ウィデハンヨングドザ・キンジ です。あの、それは北朝鮮のテレビでしたから、でも、その言葉はには全く見知りもありませんでしたね。ですから、<laughs> しかし、ちょっと前に見たような気もしたんですね。あの、その、ウィデイは、なんか、あの、偉大の上によく似てるんじゃないかと思って、その、リョ,リョンロジャーも、 導く量、領域の量、導く道、そして物車からなるものかと思い始めて、それを検索してみて、検索してみてほん、全くその通りだったということに気が,気がついて、その単語の発音転換パターンに注目してきた次第なんです。これは 前もっとお詫びいたしますけど、あの、15年にわたって頭の中で発展してきた考えであり、人に説明しようとしたり、教えようとしたりしたのは、これが本当に初めてですので、下手なところもありますから、あ,あるはずですから、あの、前もってをよろしくお願いいたします。では、 そのいや、このトークの内容についてちょっとお話ししましょう。あの、まずは、あの、その、橋書きってものはもう、とっくに始まってますよね。<laughs> そして、あの、次は、あの、日韓比較音韻入門、つまり、ちょっと、韓国語の 音声をと音節構造をちょっと日本のそれと比べてその音声転換パターンの、うん、基本となるものを、えー、理解するためのもの,のな,なんです。それはですね。ああそしていくつかの実用例ああ、特に ボインについてのあ転換パターンの例を挙げて説明していきますし、その後は、あのちょっと油断対的事項というものにあ切り替えて、その後は他にご質,問あご質問にお答えするつもりなんです。では、さて、本題に取り掛かりましょう。まずは、 これは韓国語の音素というものなんです。あの、これは、あの、韓国語に知識のある方は、もう、とっくに知っていると思いますけど、それはマキュン・ライシャワー式ローマ字化で、あの、ハングルの読めない方には、はのためには、そのローマ字は、 いつも必ずついているのでご心配いらないんですあ。そして、あの、韓国語は基本的には、うん、8つのインがあって、あの、しえー、シーンは、うんー、七7、3、 18で半母音も2つありますよねあの。これは基本構造なんですけどあの他にもある例えばあのその電の除ああもうありますけどそれはこの話題には入らないのであの省略しておきました。 では、日本語の音奏をちょっと見てみましょう。あの、韓国語よりは、うん、少ないことは一目瞭然だと思いますね。あの、ああいう絵をだけで、そして、エルとか、その、うん、その他のシーンもありませんので、あの、 日本語の音像はそれあの、韓国語と中国語のそれに比べてあのあ少ないものだと言えます。そしてあの半、半母音も2つだけで、でも音節構造となれば、あのちょっと注意しすべき事項がありますので、お楽しみください。あそして、では。 ああ音節構造ああ。これは基本音節、ああ基本ではなくあの、最も複雑な音節構造なんです。あの韓国語はあの中国語と同じく、シーン、ハン音あイン、のワイ、 うん、それとも W2 つの半ン,ンに1つの半ン,ンがついていて、そして、母音、そして終わりにもう1つのシーンが入ること、は入ることができます。あのそれに比べては、日本語のあ最も複雑な音節構造は、 すごく単純なものです。あの、死因とその反母音英語ではグライドですから、G で、うん、G をつけました。でも、反母音は Y と W の2つに1つではなく、Y だけが入ることができるということですよね。あの、 例えば、韓国語では、ごンというい音節構造は、えー、十分に可能です。そして、よく見かけるもの全もありますよね。でも、日本語ではそうはいけません。あの、半部音としては、あの、死因と、 母音の間に入ることのできる半母音としては Y だけなんです。百、百、あというようなものだけです。あの、ンというよう,なような音節構造はあ日本語は、うん、使えません。それは、あの、音節転換。 というあ音素転換ということになりますと、私が圧縮現象と呼ぶものが発生します。つまり、あの韓国語から日本語へと転換すると、あの可能な音節、可能な音符は少ないので、 あの、その、うん、いくつかの韓国語、うん、韓国語の音説は一つに合わせられます。あの、日本語では。つまり、この、そして、日本語から韓国語へと転換していくと、 逆の現象があってあの、ファイル回答のようなものですよねあの。圧縮回答というふうに呼ぶことにしましたね。あのつまり、そのこうはあの、行くこうとだと変となって、高いこうはこう、けん、こん、きょう、 半、半、その他も5日もありますので、あの、入れるのを忘れてしまいましたので、あの、それだけだと、えー、それだけだとお考えしないでください。あでもね、それは、あのあ、韓国語から日本語へと転換する方がより単純だと言え、だとも言え,言えますが、 あの複雑なところもありますよね。あの、同音異義語もあ日本語では比較的に多いので、ちょっと難しいところもありますよね。まあ、その一方では、日本語、あの日,本日本語話者があ韓国の文章とか、そんなことを、ね、理解しようとして、変更、 健康、藩、根などを見かけると、あこれは、こうと、日本語になると、こうかもしれないと考える、うん、ことになりますよね。その圧縮効果、あそれが圧縮効果、つまり、あの、多数から、 単数になるという現象ですよね。あそれは、あの、韓国語と中国語の間の音節構造と、あの、音奏も、ほぼ、ああの、同じとは言えませんけど、あの、日本語のそれより近いですよね。あの、ご質問がなければ、あの、これから、 いつか、いくつかの例に切り替えましょうね。あの、これは、日本語の音節、の、漢語音節、字の場合ですね。あの、字は、あの、こと字、だとしたら、さになって、あの、漢字字、もう、じゃとなりますよね。そして、 幼児児、子供の児となると、あ,あだけなんですね。そして、しとち、も、そのああ、にもなることになります。あの、それを、つまり、そして、しがんとか、あ,あ、寒そうとか、そういう言葉を韓国で見ると、あの、 すぐに、あ、時間、事務所とか、そういうふうに考えればいいですね。あの、もう,もう一度あ、繰り返しさせていただけますが、あの、いちいち暗記しなくても、その本能がよう、発展していけば、あの、そのパターンを 意識しない間にも、意識しないうちにもあ理解するようになると思います。そしてもう一つの例を、これはまだ異段の例ですが、金、木とか金、金は木、木になりますが、ぎゅう、 というふうに転換しますあ。その他にもありますけれども、あそれもあ、これはいくつかの例だけであり、すべての例を入れたものではありませんあの。うっかり忘れることもありますから。うん。愛という構造が にいや、韓国語に転換されればどうなるのかと言いますと、二つの方向に転換されるのです。まずは、ええー、あの、だいあで、ええー、けへえ、えとかあ。それとも、おえ、うえ、ふえ、じえ、じえ というふうになりますね。というふうに転換していきます。あのご質問はございますかあーでは、これは終わりの単あの2つの音節からなる漢字発音の場合の2です。初とか、熱とか、合図とか。 その2なんです。その2は韓国語に転換されると、2つの目的地といういわ、いわゆる目的地がありますよね。あの1つは、イつまり発、初は、イ普通は、ちょい。卒は上位、じょう。夏は、ォい。 そして、接、接、接触の接の場合は、プッとなりますね。あの、ジョ、接触は、ジョ、ね、接続はジョプソというふうになりますよね。そして、あの、もう一つの、二つの音節からなる漢字、発音の、の例を挙げましたね。 それは木とくつまり百のくとか歴の木ですね。それはほぼ例外なくくになります。つまり歴は旅、四季は四、駅はよ。そのもう一つの,あの液体の液は、え、白はべ、陸はりょ そして、役、あの、ちょっと、下の部分は、向かってますよね。役ああああは、よ。軸、侮辱の軸は、よ。そして、力の力は、りょ。というふうに、転換していきます。あの、その、形が、あの、 朝鮮語の看護の音節の終わりにあるとすれば、ほぼ例外なく、木とか空とかと考,えて、えー、と考えていいんです。もう一つの、ああ、それは、あの例はもう尽くされましたよね。そして、ああ、質問、ああ、OK。 あの日本語での質問を日本語で,に日本語でか答えましょう。あのもうひ一つの質問は、日本語と韓国をどの順番で学びましたかという質問ですよね。あのそれはですね、あの実際はあ韓国語をちゃんとあ学び始めるく前にあの日本語は とっににににに流暢にななてていいままししたたので日日本語に基づいて日本語語基づをを出発点に韓国を学ぶことになりましたそして英語での質問英語,でに英語で答えましょう。And since you're referring to Chinese loanwords, to what extent did you study Chinese characters andor languages before starting to work on this course? Okay. Well, Chinese characters i v e been I started studying those when I started studying Japanese which was in the 1980s. And so and to the Chinese Chinese languages I've got a little bit of Mandarin I can kind of read it halfway decently I'm not my pronunciation is horrible. Uh, I'm not very good with tones. Um but um my Kanji knowledge is good enough. I was going into this actually when I was starting to learn Korean was already like I could read a novel or like the criminal code or something like that without having to look up many uh, characters at all. So I was really sort of primed to be thinking about it this way. Oh, very good questions. I I keep them coming. I <laughs> know. あこたあのその質問おいに参考になりますから、本当にああ、引かせていただきたいと思います。OK。これはちょっと、それはですね、あ,あの、まず、その、わかり、わからないところがありましたの、がありましたら、あの、ちょっと、いや、まず、それを、あ それを説明してから、もうこの当ててごらんという部分に移りましょうね。それについての質問がなければ、次に進んでいきましょう。養上員もという韓国語の漢語で、あの日本語では何なのかあの当,てて当ててみてください。あの この前にした、あの、その例に基づいたり、あ他に気づいたその転換パターンに基づいたりして、あの、これを当ててご覧ください。要注意人物でした。要、要、中、中、うい、い、い、ん、人、物という 要注意人物という漢語なんです。次は、ジュンファ料理。あそれはあ南の方の発音で、北の方はジュンファえ料理なんです。これは一体何なんでしょうかう、あこれではなくあの答えはどこえ。ああ 付け加えるのは忘れてしまいました。あのジョンファ料理はもちろん中華料理です。あのそのジョンは中華、その和は和はか両は両襟割りということになっています。中華料理ああそうですか？ああ、全くその通りです。正解です。 では次に難しいや、より難しいものかと思いますけど、本当に存在する単語なんです。ジョンミンコは発揮する因ファ本当に存在するものなんです。あの長すぎあの、バカ長いと。あーですが、うん、これは実存する単語なんです。これは一体何なんでしょう。ジョンミンコは発揮する因ファ あの、これを分解してあ当ててみれば、な、どういう日本語になるなんで,なにあるんでしょ、になるんでしょう。どういう漢字で書かれるものになるんでしょうか。<laughs> 正解ですよ。正解です。それは全くその通りなんです。 全民科学技術人材化。それは現在流行っているああ北朝鮮の標語なんです。あの演説とかあのああ、看板とかよく出ている単語なんです。チョンミン・コア・ハッキソインジェあの、北の方では長い言葉が本当に好きだと言えます。よう、あの、油断大的事項になりましたが、 あのその図表はまだ加わってませんね。ああでももう時間が少なくなっていきましたね。ですから、まずあの他に質問があ,あ,あればぜひ聞かせていただきたいと思いますあの。この残りの7分でお答えしたいと思います。Any questions? 6 minutes, I'll just use that to answer your questions and skip the other bit. The questions are, I'm here for that.、Uh, よし。あでは、質問がなければあ、大きすぎて読めないんですよね。それをちょっと。その、油断、な大敵事項は、その一つは、あの、等音法則、トンポッチというものです。 あの、タイ韓民国では、あの、R とか NY とか RY で、始まる漢語の投資音を入れ替え、を入れ替えます。あの、現在 R、RNY RY イ、アルワイド、アルワ、ナシトカ、エンニナテ、アノツマえば、リコは、 あの南の方では異変、異変ではなく異変となります。あのそして、うん、お気に入りの冷面はレンメン、れんみょんではなく、ねんみんになります。それは、同音異義語の数を増やす法則ですからあの、ちょっと注意しないといけないものなんです。 そして、ニュはゆとなって、いるはゆとなっている法則でもあります。あの、例えば、にょはよいとなります。そして、りゅうは、りゅう学は、ああ、失礼しますか。ゆうとなります。その、それを、それに、 気をつけないといけないということですね。あの、この、こ,、えー、このコナミコマンドの適用において。あの、私をどうやって、どこで、えー、このコースは私のチャンネル、YouTube チャンネルであ発展されるもので、あの、PayTrion の,あの全部の講座は、あの、今発展中ですが、 あの私のペイトリオンで、うん、えー、加入することができます。技術的な問題は、しょっちゅう送りますよね。<laughs> 申し訳ありません。あーでは、ご出席はあ、ありがとうございました。あのー、コースはあの、講座はお楽しみに。